はい、今ねトイレにね20分間座ってました。あのねトイレ行くとね、トイレの掃除のおばさんがいつもいてね、トイレに入りにくいのよ。ほんとね、もうトイレ行くときに限ってね、トイレの掃除のおばさんがいる。ほんとに参ったな。もうさあ帰るかな。でもねまだね腹が痛いんだよね。痛いけど帰ろうかね。帰ろうかな、帰るのよそうかな、ぷっぷと。あれ車が多いな。あ、寒い。メガネが曇ってね、前が見えない。次のねパーキングまでね、お腹をね我慢してね、ほんでね行こうと思ってんのよ、トイレにね。わかった？あれ、あ、トラック、あ、いやトラック先行かそう。トラックはね怖いのよ、後ろからね煽られたらね困るでしょ、トラックは。トラック野郎はねめんどくさいからね。帰ろうかな、帰るのよそうかな、ぷっぷと。帰るよそわけにいかないのよ、これね高速だからね。一回乗ってしまうとね U ターンできないのよこれね。寒っ。あー、またトンネルが多いんだよねこれ。もう田舎の道はねトンネルだらけなのよ。帰ろうかな。帰りにあれだな、 TikTok のライブやってみようかな。 TikTok あれいまいち分かんないんだよな、何をどういう風にすればいいのかがね全く分かんない。帰るのよそうかな、ぷっぷと。帰ろうかな、帰るのよそうかな、ぷっぷと。これで俺と、これね、メガネは見えないし、天気は悪いし、トラックはいるしね、腹は痛いしね、もうろくなことないよこれ。ピー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 、お腹がね、ピー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 ピこれ前が見えんな。雨で見えない、メガネが曇って見えない。あ、これあれだな、運転しにくいな。ピー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 、お腹がねピー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 、お腹がねだからね、みんなもあるでしょ、お腹がねピーピーピー。ちょっとこれ前が見えないよと。え、これどうなってんの、これね道狭いな、これ道は狭いし、お腹がねピーピーピーだからね。わあ寒い、ちょっと寒いな今日。今はもう秋、もう秋だよこれ。もう秋が来たらすぐ冬だよこれ。冬ピーピーピーになるよこれ、お腹がねピー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 。あー、ほんとお腹痛い。トラックの後ろだとね、これね水しぶきでね全然見えないのよ。ピーピーピー、え、次どこだ、
早くね、早くパーキングに着きたいんだけどね、なかなか着かないの、こういう時はね。ああ、お風呂生きてるかな、帰ったら。帰るたびにね、骨折したとかね、なんかになって、もう帰るたびになんかになりそうで怖いんだけど。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー。88、夏も近づく88歳。ああ、寒い、寒いわ。この辺の道はね、山を切り開いてるからね、トンネルがめちゃくちゃ多いしね、道は細いしね。ピー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 。ああ、何キロだ、パーキング、パーキング書いてないじゃんこれ。パーキングまでね、あとね23-24キロかな。パーキングよ、パーキング。チャララランララ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 ラと、ミントさんと桜さんがあのねのねあのね、トラブルが起きるとね、必ずね中心に桜さんがいるのよ。トラブルが起きるとね、必ず中心にさがあのね、今までのトラブルでね、桜さんが入ってなかった時一回もないのよ面白いでしょ。必ずね、必ず何回起こった時には桜さんがいるのよピー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 。あのね、必ずね、なんか事件とかね、トラブルが起きるでしょ。でね、大体 2,3 人でトラブルが起きるんだけど、そのトラブルの中に必ず桜さんがいるのよ本当ね、もうびっくりするからね。この4年間ね、いろんなトラブルがありました。そのトラブルの中に必ず桜さんがいるからピーピーピー。あ、嫌だな、これトンネルは嫌だな。トンネルでございます。トラブルの中心には必ず桜さんがいらっしゃいます。桜様、桜様、足並みを揃えていただきますようよろしくお願い申し上げます。トラブル、タイガー、タイガー青、トラブル。これね、道は細いわ、トンネルは長いわ、もうろくなことないね、これ。ろくなもんじゃねえだよ、本当に。ピー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 。長い人のことをね、ロングロングアゴーって言うんだよ。トラブルが起きると必ずね、主役か脇役でいるのよ必ずね、主役か脇役で桜さんがいるのよ面白いでしょ。面白いと。痛い。ピー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 ピ
嫌だもん、トラック、いすゞのトラック、女優賞にね、さくら様がいつもいらっしゃいます。ピー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 、いすゞのトラック。あのね、大体ね、揉め事があるでしょ、揉め事とかトラブルとかね、事件があるでしょ、事件には必ずね、さくらポンポンポン、さくらポンポンポン、必ずね、事件にはさくらさんがいるのよ。さくらポンポンポン、さくらポンポンポン、皆の衆、事件には必ず存在する人がいます。さくらポンポンポン、さくらポンポンポン、必ず振り返れば桜がいる。桜ポンポンポン、これまあトンネル長いんだよな、これ。お腹が痛い。桜ポン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 。トンネル長いね、これ。トイレ行こう思ったらね、一つね、和式しかなかったのよ。和式はちょっと無理なのよ。和式は空いてるけど、洋式のところには掃除のおばさんが掃除してるし、もうほんとね、もうちょっとで手遅れになるとこだったよ。手遅れ、危機一髪。山、松本清張、主役さくら、脇役さくら。山村美沙、主役さくら。西村京太郎、主役さくら。ね、2時間ドラマの主役にはね、さくらいう人がいるのよ。ほんとね、もうね、なんか揉め事があるとね、さくらポンポンポン、さくらポンポンポンってくるのよ、ほんとにね。で、私は被害者とか言うのよ。おかしいでしょ、毎回被害者、おかしいでしょ、毎回出てくるんだから。あれ、なんだそこ車止まってんだ。え、なんだ、腹が痛い。パララン、パララランアダムスファミリー、パパパパン、さくらさん。トラブル、トラブル、トラブル、トラブリュー。ロードって歌があったね。トラブリュー。ボーカル、さくら。トラブリューのボーカルは、さくら。パン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 。恐ろしい、恐ろしいと。もう一回腹が痛い。あ、ちょっと雨がね、ちょっと止んできたけどね、ちょっと止んできたけどね、腹が痛いのよ。これ止むのかな。あ、山だから降ってんのかな。
本当に痛いよ腹が。桜様必ずトラブルには出てきます。登場人物桜必ず出てくんだから面白いよね。またかトンネルがあと2つぐらいあるんじゃないかな。
よいもチャララララララ。あった。あと何キロだ。あとな、あ、1キロ。あ、腹が痛い、腹が痛い。腹が痛い、腹が痛い。腹が痛い。雨が止んだら、お別れなのね。トラブルがある場合は必ず桜という人物が出てきます。中心人物として。面白いと、面白い、ブブブブブブと。あれあれ、バーキングじゃないのかな。あれ、あたたたた、いか、腹が痛い、腹が痛いのでございます。それでは、それではパーキングに行ってまいります。揉め事の中心はさくらさんでございます。ちょっとこれどうなってんの、道。あー、いかん、腹が痛い。あれ、いっぱいいるな、人が。なぜ、ホワイ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 と。あれ、止まるとこないじゃん、これ。これ、これどうなってるわけ。ここ止めたろ。いかん、腹が痛い。いかん、腹が痛いぞ。ちょっといいか、行く、ちょっとトイレ行きますね。